日本と引き分けなら満足？ドネシアサポの本音がこちら。FIFA ワールドカップ26アジア最終予選、グループ C 第5節、インドネシア代表 VS 日本代表が、日本時間15日、21:00にキックオフを迎える。そんな中、インドネシアメディアが、もし今夜日本に対して、引き分けだったら満足しますか？という投稿がインドネシアで話題に。この投稿を見たインドネシアサポの反応がこちらになります。めちゃくちゃ満足、引き分けだといいのですが。もう勝たなければなりません。フィールド状況が悪いので、日本はドリブルもショートパスも、できないはずです。日本が相手なら、引き分けなら勝ちです。重要なのは、まず期待を下げることです。高みを望むのはもう飽きました。バーレーン戦で引き分け、中国戦で負けたせいで、2日間、食べることも寝ることもできず、気分が悪くなりました。満足です。日本の品質は誰もが知っています。重要なのはインドネシアが、良いプレーをするということですが、結果がどうであれ、私たちはインドネシアをサポートし続けます。オーストラリア以外、全員ボコボコにされている、ランキング130位のチームが、引き分けにできると思っているのか？この試合は負け試合なので、実際には引き分けでも、勝ったような気分になる。日本は気にしないで、次のサウジアラビア、バーレーン、中国に、勝たなければなりません。結果がどうであれ、重要なことは、審判が正気であるかどうかだ。非常に満足ですが、できることなら勝たなければなりません。引き分けただけで、もうとてもとても誇りに思う。だって日本の選手たちの、足を見ているだけでもう怖いから。たとえ最後に負けたとしても、1ゴールでも決めることができただけで、とても満足感があると思う。勝つことを楽観視しているのと、フィールドの芝が悪いので、日本がうまくプレイできないことを願っている。満足しただけでなく、本当に感謝するでしょう。日本は格が高すぎるチームなので、引き分けただけでも本当にすごいですから。結果はどうであれ、もう最高です。相手はあの日本ですよ。